Right, Market Street, eh? Seems to be this way. Actually, Market Street... Was that little sign? Does every street have that, or...? No, okay. I'll have that. So you can't see that way if there's an event. There's, however, if there's an H3 event list. Okay, can actually see it that way as well. Good to know. There's shops, that's an overlook. In lounge. There we go. それじゃあみんな、乾杯！乾杯！いただきます、リズ。でも、本当におごりでいいの？任せなさい。なんたって、あたしが本日のコル稼ぎナンバーワンなんだから。Yeah, Liz, you're going to make a whole lot more coal if you indeed are going to get your, weapon shop back, so...まさか。いきなりレアアイテムを引き当てるとはついてましたよね。レアって言ってもゲーム開始直後だし、少し攻略が進めばきっとポコポコ出る程度のものよ。だったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにご馳走した方がよっぽど有効な使い方でしょ。リズかっこいい。ふんふん、それほどでも。なんだよリーファー、突然笑ったりして。ご機嫌そうだなリーファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。私 SAO は後からログインしたし、 ALO は先にプレイしてましたから。リーファーゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO で遊んでいたとは思わなかったよ。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。そりゃわかるよ、あの飛ぶ感覚を味わっちゃうとな。 Can't wait to actually go through next award for Azure Sword Art Online. Think back on ALO. アルブヘイムオンライン、通称 ALO。 SAO 事件によりフルダイブ技術に批判が集まる中、それでも衰えないニーズに応え発売された VRMMORPG。 安全を謳うナーブギアの後継機アミスフィアの普及により、 ALO は瞬く間に人気を集める。妖精の姿となり自由に空を飛び回れるそのゲームに俺たちはすぐに魅了された。I feel like these five are all smart all time. そんなゲームにある一人の少女がログインする。幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。 ALO 内での名前はセブン。セブンは現実と仮想世界の両方でフルダイブ技術への可能性を世の中に伝え続けた。
その行為は幼さゆえの強引さを見せることもあったが、彼女の思いはフルダイブ技術への批判を確実に小さくした。今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることができるな。はい、一緒に始めるってこんな感じなんだ。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。さあ飲んで飲んで。あ、どうも。酔っ払いみたいだな。外部からメッセージだ。添付ファイル。これってまさかもうできたのか。どうかしましたか。ああ、シリカにとっても朗報だよ。ちょっと待ってくれ。はい。よし、実行っと。I already had this feeling. Yahoo! やっと出てこれた。ユイちゃん、それにストレアさん。プログラムであるユイたちをこのゲームに展開できないか、いろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く会えるとは思いもしなかった。よかったな、シリカ。はい、まさかピナに会えるとは思っていませんでした。パパ、ママ、一緒にいることができて嬉しいです。ユイ、SAO のシステムプログラムとして作り出された AI で不具合が起きていたところを俺とアスナで保護した。元はプレイヤーの精神状態を監視する MHCP という存在だが、俺たちはユイを本当の娘として接している。俺もユイとここで会えて嬉しいよ。私もだよ。 Might make this my last hour for today. ああ、ユイは俺とアスナの大事な娘なんだからな。ここでもパパやママと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。ストレア、ユイと同じく MHCP で SAO の不具合により覚醒したプログラム。見た目のギャップはあるが、ユイ曰く妹分らしく、天真爛漫なその性格にみんなも振り回されている。 And she makes your back crack when she hugs you. ストレアやピナも欠かすことのできない大事な仲間だからな。 AI である私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。だが抱きつこうとするなって。 That's what I mean. 喜びを表現しているだけなのに。ストレア、パパを困らせたらダメですよ。チェー、はーい。さすがお姉さんだな、ユイ。見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なのに。じゃあユイちゃんたちも揃ったところで2度目の乾杯と行きましょうか。私のおごりだから好きなもの頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとうございます。リズベットさん、なんだか上機嫌ですね。何かあったんですか。実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。幸先いいでしょ。だからそれを売ったお金でこうしてみんなにご馳走をしているってわけ。そうなんですか。なんというアイテムを取得したんでしょう。ね、
白鋭の牙っていうアイテムよ。白鋭の牙ですか。ちょっと調べてみますね。まあ今の段階では珍しいってだけだろうけどね。あ、すごいですよリズベットさん。ドロップ率 0.07% の武器素材アイテムです。 It's an incredible weaponcraft component and she fucking sold it。これで作られる武器は特殊効果がつくので長く使い続けることができそうですね。先に進んだとしても手に入れる機会が少ない、まさにレア中のレアアイテムです。それを売っちゃったの私。そうみたいです。こんなの後でポンポン手に入るって言ったろ。確かリズが自分で私のバカバカレアアイテムが特殊効果付きの武器が。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じ立場で苦楽を共にしましょう。とここはおごりじゃなくて自分たちで支払うことにしとくか。それがいいかもしれないね。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。ああ、またな。じゃあね。リズ、元気出せよ。バカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で作ってみせるわ。じゃあまたね。リズはたくましい子でよかったわ。俺だったら数週間は引きずってるよ。それにしてもソードアートオリジンか。データを移植しているからこの町やフィールドはあの時と同じはずなのに、私には全然別に見える。君やみんながそばにいるからだろうね。そうだな、俺たちはみんなと揃って前に進んでいる。うん、それじゃあ私も落ちるね。これからいっぱい遊ぼうね。もちろん。それじゃあな、アスナ。さてと、一人になったけどどうしたものか。ユイとストレアは他のゲームとの行き来を調べに行ってるし、ログアウト前に一回くらいクエストを回してから。ん？ NPC？ 俺のことを見てる？The one from the very first cutscene. それが NPC の少女と俺の初めての出会いだった。壊れそうな現実を重ねていくんだ。きっと迷わない君を見つけるから。まだ一人きりは広すぎるから、空へかける消えない願いを。答えを
Oh my. The riddle very much like that. SAO、そして ALO と続いてきたフルダイブ技術の広がり。それはやがて新しいゲームの誕生へとつながっていく。今から一月ほど前、俺たちゲームプレイヤーだけではなく、世間を騒然とさせるゲームが突如発表された。そのゲームの名はソードアートオリジン。 SAO と名前が似ているだけではなく、Welcome、ゲームデータも SAO から移植とあって誰もが驚きをあらわにした。I just saw the animation. You're farther than me already because I haven't seen the animation. I don't see how it is. It's just the intro song of the game. I know. It's so fucking good animation though. That hasn't changed. I like it. ように世間からは批判の声が上がるが、それを抑える手回しがすでになされていた。Yeah. 安全性を打ち出しているアミスフィアの社長と政府機関による運営会社。 Funnily enough, if you play Hollow, Re-Hollow Fragment, and like you go through like the entire intro, eventually, like, you just get like the original Sword Art Online intro. Like the actual anime intro is in the game. Yeah.Yeah, no, I've heard of that before. I've not seen it, of course, but I've heard of it. It was incredible. Just seeing that, hell yeah. Yeah. さらには開発協力としてセブンが名を連ねていた。このゲームの真の目的はフルダイブ技術の発展のため、さまざまなデータを取ることらしい。その上でセブンの開発協力は世間の批判を払拭するためだけに起用されたのだと自身が話していた。それでもあえて何も言わず協力したのはフルダイブ技術の可能性を追い求めるためだという。新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻した頃、俺たちはセブンからオリジンのテスターとして招かれる。俺や SAO で共に戦い抜いてきた仲間たちは悩んだ末にテスターとして参加することを決めた。それはセブンと同じくフルダイブ技術の可能性を追いたいという気持ちが確かにあったからだ。俺たちにとってもう一つの現実。そこで互いに気づいた思いを否定しないためにも俺たちは前へ進まなくてはいけない。こうして俺たちはオリジンのクローズドベータ初日を迎えた。クローズドベータが開始して2日目だとすると、昨日のあのメッセージは何だったんだ。アインクラッドは SAO の舞台の名前であって、このゲームの舞台はアイングラウンドだ。現実性融合ネットワーク、アクチュアリティインテグレーションネットワーク、その頭文字を取ってアイングラウンドと名付けられたらしい。もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、少なくともアインクラッドという名前じゃない。それから送信者の C、 このメッセージを送ってきたのは一体誰なんだ。おーい、聞こえてますか。どうぞ。えい、ファッキンフィリア、ようやく気がついた。Like, now her hair looks normal. Yep. Her hair actually looks normal in the next game as well, like in Fate to Bullet. I know, but this kind of hairstyle I actually like the most out of all of them. Well, yeah. さっきから声をかけていたんだけど、Xenon. 道の真ん中で真ひどくでも食らった。 Still, seeing Xenon like with black hair and no glasses is still like a shock for me sometimes. Because now I'm used to her only having blue hair, and when she's out of Jijo, having that hair but with glasses, like it's really. Yeah, yeah, true. And so what she's wearing is not really helping her in defense. No. But then again, you could say that for all characters.
You seem kind of blah. Yeah, really, you seem also kind of blah. I don't know what that means. What does that even mean? I don't know. The words come from your mouth, not mine. No, it's from Yuki's.本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。仕方ないさ。逆に昨日はいたけど、今日はログインできない人もいるし。シノン、もともとは SAO のプレイヤーではなかったはずが、ゲームに不具合が生じた際に運悪くログインしてしまった。By stroke of luck. Are we going to call it lucky that Sinon actually got sucked into Sword Online thanks to a bug? Actually, it's a feature, eh? You call it a feature. It's not a bug, it's a feature. It just happened. Yep. I didn't mean to kill him, it was a feature. ものおじしない性格で冷静な判断に助けられたことがたびたびある頼りになる仲間の一人だ。僕も昨日は病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。今日は来ても大丈夫だったのか？バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。よかったじゃないか。でもゲーム開始直後はやること多くて大変だぞ。勇気、ALO では抜群のバトルセンスを持っていて、周りからは絶対に負けている。Even though she only had like what two more months to live? Sort of, yeah. 彼女の強さは長期間のフルダイブが関係しているが、その理由は、What do I need to do? She asked Kirito. Kirito just said, 後天的な病により週末キリを目的としたものだ。 And then they basically pulled back an entire army. Yep.I think he eventually, Kirito eventually dies, but I remember hearing somewhere he took down like 30 of them before he actually went down. That already says enough how fucking good he is. Yep. And Climb was, that's not a spoiler. I don't know what a spoiler is. Spoilers? That's a nice fucking spoiler you have there. How much does it cost? Well, it costs like 20 euros. Spoilers. I'll yeah, buy spoilers, it. Spoilers go over the back on the car. Sorry. No. It's not a spoiler. It's not a spoiler. It's just from... there. You just see the door closes and that's it. You don't see him anymore. I'll time you out. It was only a joke. You can't even time him out.But just saying, we don't know how many he took down. We know he died because he actually says, like, oh, I was taking out, but how did it go? He actually says that, basically. Not in those, or not in those words, but now you understand what I'm saying. Yep. I still think it's interesting. And even Klein was there in the back, like, just... 懐かしいだろ。けど、ところどころ調整もされていて、店の数や種類も変わってるんだ。I think this is season 2. Yeah, season 2 after the Gun Gale Online part. Yeah, then they made me. Well, then. SAO のプレイヤーだった彼女とは、then, Jekken, aka Yuki, and Ashna fight, and Ashna wins. Well, they both win and they both lose at the same time.Because how they were stationed, they were both killed each other. Yeah, it's not a... It ended in like a draw. Yeah. Happens in the same way and like in the game as well, so... I stopped. This is more fairies, what are you talking about? You can have more fairies in your life. More fairies in life. That's really weird. That's really weird.本来の明るい性格を見せてくれている。ここが SAO でも最初に来る街。Every character in this game has basically their own colors. Like, Sinon has like the blue, yellow, green, and Filia has like the what's called like the blue. Knows what you mean.
How do you mean? シノンが SAO に来た時は、リーファと同じくデイモンがおかしくなった後だったもんな。Well, yeah, first season. Yes. Daryl knows that arc as well. Believe me, I've watched every single thing. Yeah, yeah, okay. I liked it. I still think it was a bit forced. I mean, I still liked it. Like, that's also why I have, like, book four. I'm still waiting on book three to come in. And using guns. I thought that was interesting. But the gun go online thing was like a different thing. Like, it was not really forced. I thought the gun go online thing was a little bit, you know, eh. But the game itself, like, how it was designed was pretty good. Well, I have to go before I get the fucking head, like, I don't know, stabbed in the back or something. So, yeah, she wanted to be in the car at, like, 15 minutes over. So, well then. Yeah. ダイブしちゃったのは完全に事故だからな。So, I wish you good luck. I probably won't be back before you finish streaming. No, I'm going to end in like 30 minutes. Ah, well. Then I'm gonna be... yeah, okay. Well, yeah. Have a good one. Bye. それ、こっちのセリフじゃない? Need to get back to this one. There we go. そうかな。じゃあお互い出会えてよかったってことでいいわよ。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。デスゲームってここから始まったわけだし。俺たち SAO 生還者サバイバーにとってはそれが普通の反応だと思うよ。Town of Beginnings。けどここはあのゲームじゃない。そのことは間違いないからさ。そっか。うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったからすごく新鮮だよ。やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。私が案内してあげるよ。ああ、グッドグリーフ。それは助かる。よろしくお願いね。やったね。おすすめの場所とか教えてよ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。後でクエストとか一緒に行けたら行こう。オッケー。あと、そうだ、忘れちゃいけなかった、フレンド登録しておかないとな。あ、そうだね。ふつつかものですが、よろしくお願いします。ちょっと、おかしいでしょ、そのセリフ。よし、みんな登録完了っと。それじゃあ、街探索に出発。 Glad our exports down.私なのに。賑やかな観光になりそう。行ってらっしゃい。楽しい。そうね。行ってくるわ。Sometimes you just kill off the lines. 俺も今日から本格的に攻略開始だ。Oh, okay. City Connection from last night. It doesn't actually change any of that. That's good. Just go here. I'm going to clear this game before Fatal Bullet. At least that's the plan.
国鉄級か。ここにはあまりいい印象がないんだよな。この場所はゲーム中にプレイヤーの HP が尽きた時死に戻りする場所として用意されている。そして本来なら SAO でも同様の使われ方をされるはずだったんだ。でも結局デスゲームと化した SAO では誰一人として死に戻りするなんてことはなかった。くそー、やられた。回復しなくてもいけるって思ったのが失敗だったな。リベンジしに行こうぜ。もう敵のパターンは把握できたからよ。おう、心配することなんてない。このゲームはちゃんとここに死に戻りする。さてと、フィールドに出る前にショップでも覗きに行ってみるかな。あ、ごめん、後ろに人がいるって気がつかなくて。君は、間違いない、あのメッセージが送られてくる直前に見かけた NPC だ。プレミアー、whatever。俺のことを追ってきたのか、それとも単純にここが徘徊ルートなだけなのか。ぼーっとしてました。あ、いや、こっちこそ気づかなくて。手を貸すよ。前にもここで会ったことはあるよな。話しかけてもこれといった反応はなし。となるとナビゲーション用の NPC ということはないよな。普通に考えればクエスト NPC だとしたら、クエストを開始するワードがあるはずだ。なあ君、何か欲しいものがあったりしないか。欲しいもの、違うか。それじゃあどこか行きたい場所があるとか。発生した。発生とは。いや、こっちのこと。目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな。よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。お、パーティーに入った。名前は、あれ、名前が空白だ。 HP ゲージの上に出るはずなのに。クエストをクリアしたら判明するとか、そういったパターンなのかな。どうかしましたか。ああ、ごめん。それじゃあ行こうか。Move on to characters. Purchase and button. Jesus Christ. Let's do this.名前を聞いてもいいものなのか。非表示なのは理由がありそうだし。それじゃあ先に進もうか。この辺のモンスターは大して強くはないけど、用心はしていかないとな。君は俺の後からついてきてくれ。守りながら歩くから。
NPC はプログラムされていない会話には反応しない。でもこの子の場合はそういうのとは違う気がするんだよな。よし。Why did I click again so quickly? Jesus. Oh, hello. What the? 先に進むには戦闘をこなさないといけないみたいだな。ここで待っていてくれ。片付けてくる。Alright, got you, big bitch. Good. さあ、到着だ。ん？どうした？ここに来たかったんだろ？はい。これ。ん？1コル？報酬メニューが表示されたってことは、この1コルがクエスト報酬か？だとすると、このクエストはとてつもなく美味しくないぞ。NPC を目的地まで護衛するクエストの労力を考えれば、店売りの装備品くらいはもらえても不思議じゃない。結局この NPC の名前が表示されていない理由もわからないし。どうぞ。あ、ごめん、ありがたくもらうよ。あ、おい、どこ行くんだ。ひょっとしてクエストが終わったから町に戻ろうとしているのか。システム的に考えれば帰り道に彼女がモンスターに襲われたりすることはないんだろうけど。なあ、ちょっと待ってくれ。はい。町に帰るんだったら一緒に行くよ。わかりました。どうにも腑に落ちないな、このクエスト。町に戻ったら少し調べてみるか。I really wonder where that story is going to go to. 町に到着だ。お疲れ様。やっぱり変わった NPC だな。クエストをクリアしたっていうのに特に何かを語るわけでもないし、全く内容のないクエスト、割に合わない報酬。この子のクエストは何かあるとしか思えない。あ、パパ発見です。やあ、ユイ。まったく、どこほっつき歩いてたんだか。 Just questing。 ん？よーリズ、それにみんなも一緒か。ちょうど今どこに行っているんだろうって話をしていたところなんです。目を離すとすぐにフィールドに出て行っちゃうもんね。バカ言うなよ。ショップ巡りだってするぞ。時間経過で掘り出し物が入る店があるかもしれないだろ。はいはい。あれ、後ろにいる子は。ちょっと、また女の子を引っ掛けてきたの。そういうのじゃないって。ていうか、またってなんだよ。Jesus Christ. あれ、その子のカーソルの色、もしかして。クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。変わってる？クエスト NPC といえばいろんなタイプがいるとはいえ、ベースとなる話があって、それに合わせたセリフを言ったりするだろ。
だけどこの子はクエスト開始時もクリア時もそれらしいことは一切発生しなくてさ、本当にただ目的地に連れていくだけのクエストだったんだよ。一度で終わりじゃなく続きもののクエストとかですかね。クエストを進めれば話が分かってくるとか。その線も考えたんだけど、なぜ話が全く見えないからわからないんだ。まあこの子が気になるのはそれだけじゃないんだけど、ゲームを開始した日から俺はこの子に見続けられていた気がする。そんな、これは一体。どうしたユイ。パパ、その NPC は確かに普通ではありません。あ、何かおかしなことでもあった？順を追って説明します。通常 NPC には必ず役柄や性格などが設定されます。それって例えば町娘とか商人の子供とかそういうこと？はい、それにより NPC たちは与えられた役を演じるのですが、その NPC はそうした設定が全てぬる、値が設定されていない初期状態なんです。値が設定されていない？わかりません。制作スタッフのミスなのか、プログラムの不具合なのか。キャラクターの役割が未設定のままのクエスト NPC。 名前が表示されないのもそれが理由か。じゃあその子は自分が誰で何の目的があって存在しているのかもわからないってことね。おそらくな。なんか不憫な感じよね。そうですね、名前がないっていうのもちょっと。名前か。そうだ、私たちで考えてあげましょうよ。考えるって名前を？だってそうじゃないと呼ぶとき困るじゃない。もちろん本人が気に入ってくれればだけど。そうね、ちゃんと名前で呼んであげたいな。どんな名前がいいかしら。やっぱ可愛い名前がいいですよ。名前？君の呼び方を考えようとしているんだ。私の名前、そういえば名前を思い出せないです。それはちょっと忘れただけじゃないかな。だから思い出すまでの呼び方ってことで。いくら NPC 相手でも名前がないから名前を考えてるなんて言えるわけがないよな。やっぱそれかな。いいんじゃない。はい、文句なしです。ん、決まったのか。かわいい名前だよ。あのね、プレミアちゃんってどうかな。プレミア？特別な存在って意味か。それもあるけど、もう一つ、英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。幕開けか。なるほど。ということで、あなたを呼ぶときにプレミアちゃんって呼んでもいいかな。プレミアちゃん。ああ、ちゃんのところは違うからね。プレミア。どうかな。別にどう呼んでも構いません。本当の名前は思い出せません。Oh, good grief. うん、それじゃあプレミアちゃんって呼ばせてもらうね。はい。それでこれからこの子はどうすんの？訳ありの NPC と知ってしまった以上、放っておくわけにもいかないよな。なんでこの子がこんな状態なのか原因もつかみたいところだし。じゃあしばらくは私たちが面倒を見るってことでいいかな。まあ NPC を束縛するわけにもいかないから、ずっと見続けることはできないだろうけど。じゃあできる限りで。これからよろしくね、プレミアちゃん。
よくわかりませんが、よろしくお願いします。設定のないクエスト NPC、 なぜそんな状態の NPC が動いてしまっているんだろう。不具合なら運営に知らせた方がいいとは思うけど、そうした場合、それに不自然なクエストといい、彼女のことをもう少し追ってみた方がいいかもしれない。We're about 15 minutes left, so... Your party. World map. For some reason, I feel like this music could easily be in fucking Shopkeep as well. Yeah, fun that you're saying all of that, but. Like, the actions are like such annoying buttons that's... Okay, so enter is parry. Yay.
An HP potion. Let's see.Oh, you might as well have to actually stay in the game, no matter... Not sure. If I were to do this, I wouldn't attack anymore. Alright. I need to get this back on screen.Okay, it is like level one. Strong ball, right? Wow.Right, chest here. Yeah, you're level 13. Fuck that. I'm only what, level 3? We are slowly getting there when it gets to level, so... Right, once this run is... Murdered, the chest should open up.Equipment. For defense. That's a bit more defense.What one is this going to be? Warning. Observe me, Spectre Trent.
Ugh. What level is that thing? Level 95 or something. Yeah, no, fuck that. It's a little bit too high level for me. Yeah, it's too high for me as well. Let's not go after enemies that are like way too high level in that sense. Yeah. You know what? We've already seen an enemy. Ooh, these enemies are already level 7. Doable. That's actually extremely doable. Then again, these enemies are level 7. I don't like 50 and 90. Like, we're supposed to be able to hold our own against these a little bit better. Level 11. I think we can do this. Alright, let me just get one more level in. I guess level 5 and then we can call it a day. Yeah, we can't really. We have to actually walk back. What it seems so far. I just need to get back to the town. That's all. I'm going to kill a couple of things like on the way back though. Getting some more experience points in.
You're stunned. Doesn't matter if I'm stunned or not. I'm actually hoping on a cheeky little level 6, I mean. Actually, are we? We're halfway there. Sure. People are actually fighting this twat. And it's only level 13. And if we do this, we can actually enter the chest. Yeah, we can do this. She has. All right, sure. We'll take this down. After this, though, like, this is going to be like the very last enemy. After this, I'm just going to get the item and GTFO. Alright. My chest. Oh. You shouldn't have done this to me. Oh. Yep, looks way better. Oh, hell yeah. I had to just test it and... Yes. I'm also going to deliver in the quest that I have. Okay, chest is still open.
I'm also going to figure out if I can, if there's any way to fast travel from here to like the town. If I can just do that, I'm not sure I'll do that, so. I don't want to have to go back to this every time, so. So I need to kill two wasps, a couple of those Nepenthes, get five claws, and four plant poles. Alright, sure. And it's going to very quickly switch location so it saves. Good grief. Next time, definitely. Just so it saves. It takes like half a year to. Okay, sure. New message, for fuck's sake. To know. Now I want to see what has actually changed on this quest board. Like, I need to know if the quest board is changing now and if there's like new requests on it or if the same requests actually come back. If they come back, I'll just do them again, honestly. Nope. Alright. Well.